はい、しげちゃんです。今日はね、綾部のうどん屋さんでカツ丼を召し上がっておりますということで、1500円ぐらいだったので、ね、まあそこそこ高級なカツ丼、綾部で一番高級なカツ丼をいただきましたということでね、美味しかったですね。はい、ということでビットコイン見ていきましょう。ビットコイン今日は284万円ということでね、動かないですね、動かないですね。円安になってるけど動かない。こういう時にやっぱり買っておくっていうのがいいですね。はい、こういう時ですよ、買っておくの。そのうち円の価値が下がってきますから、どんどん円の価値が下がってくるということは物価が上がってくるんですよ。物価も上がるということは、物の値段が上がるということは、ビットコインも上がってしまいますからね。はい、今円の価値がまだあるという時に何を買うかということなんですよ。だから円を、貯金をたくさんしている人は損しますね。ほぼ確実に損します。何を買うのかというのをあらかじめ決めておいた方がいいと思いますよ。はい、ということでニュース、まあ最近はろくなニュースないですね。はい、ろくなニュースないからもうやめたいですね。コインチェック独自 NFT 発行へということでね、コインチェックさんは NFT とかメタバースに関してかなり力を入れてる取引所だと思いますので、今後5年10年を考えるときに、コインチェックっていう会社がですね、相当伸びている可能性はありますね。はい、ここコインチェックっていうのは松本大樹さんっていう天才がですね、オーナーを務めておりますから、神様、仏様、松本様っていうですからね。はい、まあ、コインチェックが購入したサンドボックスという独自 NFT というね、これはなかなか将来性はあると思いますよ、僕は。日本政府が閣議決定、仮想通貨マネロン対策強化へということでね。はい、今日本政府が、まあこれはポジティブなあれだと思います。あのブロックチェーンを使って産業を活性化ということで、まあ、普及させようとしているんですけども、そういった規制がね、法律がね、整っていないところもありますので、いろいろ法律を、まあ、固めていって、まあ、健全な方向にブロックチェーンを使った DAO だったり Web3 だったりメタバースだったりという産業を伸ばしていこうという意図が見られると思いますね。ポジティブな影響でね。仮想通貨法人税をめぐる岸田政権の動きに注目が集まる。仮想通貨法人税というのは何でしょうか。これは会社なんかっていうと、まあ、仮想通貨を持ってると期末に、ね、手放さないといけないんですよ。キャピタルゲインを税金払わなきゃいけないみたいですね、今日本の法律。これが非常に不利になっているので、大企業でもですね、仮想通貨を持てなくなってるんですね。だから法律を変えることによって、大企業でも資産としてビットコインを大量に持つことが可能になってくる可能性はあるんですよ、法律を変えることによってですね。はい、これは間もなくなってきますから、そういう解禁された時にですね、
ドーンと買いが入る可能性は十分ありますから、その時にビットコインは跳ね上がってくるということなんですね。はい、仮想通貨の中ではビットコインが一番の安全資産ですから、はい、プルーフオブワークが、まあ、安全ですよ。プルーフオブステークスに比べてね、はい、安全なんでですね、いいと思いますが、まあ、ビットコイン、同時コイン、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、まあ、いずれも安全です、ね、安全ですね。イーサリアム、カルダノエイダ、その他は、まあ、大きいイーサリアムは、まあ、安全だと思うんですけど、他の弱小コインがですね、非常にリスクが高くなってきますね。はい、ということでね、まだまだ仮想通貨の明るいですよ。仮想通貨の未来は明るいんでですね、みんなも元気出して言いましょうね。元気があれば何でもできるんですね。まあ、しょうもないニュースしかないですけどね。今こういったね、誰も見向きもしない、仮想通貨に目をつけてコツコツ買っておくっていうのはね、将来の資産形成に大きく影響を及ぼすわけですから、皆さんもね、検討してみてはどうでしょうか。まあ、0.1 ビットコイン持っていけば将来は大金持ちですからね。 0.1 を目指しましょう。まずは 0.1 ですよ。 0.1 0.1 を捻出するしかない、ね、はい、ということで今日は終わらせていただきました。ありがとうございました。